ピンとしっかり合わせてください。自動で合うはずなんて、コンピューターさん。これはあくまでもズームなので、ピント自体は合うはずなんですけどね。一応まあうっすらとですが読み込みますので言いますよ。2023年10月の24日9時3分午前中です。外の状況見たらわかるかと思いますけど、で今これ本当はいつも時間帯はっきり映ってるので、何かおかしいなと、なぜぼんやりするんだろうっていうところ、気づかれる方は気づかれると思いますけども、これが AI の仕組みで、先ほどのサイバー攻撃されてた内容を今こちらのねパソコンの方にこういうふうにスライドさせてこちらに映そうとしてる。だけどもそれが受け付けてくれない。これが現実なんですよ。自分たちの都合の悪いことを載せられたら困る。だから行政側がコンピューターに守られてるからそうなってるのかもしれない。もしくは科学業界が。完全にこれ裁判妨害ですね。本当は裁判で有効になる内容ですから。今国会議員の人たちを責めてるんじゃなくて、もともとこういうふうなシステムっていうものが何年前に作られたのか、およそですがもう何十年も前からでしょ。でその当時これらのシステムを作った人たちはこの世にいない可能性が高い、まあ、みんなで世界中の人たちで政府、科学業界含めてこういった状況をしっかりと、直さなければならない。それができない限り人類は滅びる可能性高いですね。エネルギーの残存量問題、26年経過しても何にも進んでなかったんですから、これが本当の話です。今まで淡井圭介の提唱してきた河川水門開閉式ダム発電、地下水流トンネル発電、鴨田発電を知らない人は早急に勉強して、淡井圭介という人物がどれほど重要な人物か理解してください。もうこれ手に負えないですね。本当に科学業界は自分たちの都合の悪いことすぐにコンピューターのプログラムでこれ多分インプットしてるでしょ。バレたら困るっていう内容、もう何でも開示ですよ。公文書公開っていう法律があるんですから。もうこれだけ長い時間ここにカーソル合わせているのに、普通はこちらにコピーだとかそういうふうな文字が出てくるんですけども、もう2分ほど経過してるのに、出てこない。でこれでクリックしてるこのボタンを離すと消える。いつなんだってもこちらに移せない。で、例えばこのファイルをこの重要アップロードっていうところに移そうと思ったら、これは琵琶湖から、世田谷を通って宇治川まで撮影したものなんですけども、こういったものをここにファイルの移動をさせようと思ってもできない。で、かたやこれが何かの読み込みをしているからそういうふうになってるんじゃないかと考える人はいらっしゃるかもしれませんけども、先ほど、いろんな内容をアップロードしました。2つほど。でそれはもうすでに公開になっていて読み込み時間終わってるんですよ。なのにこういった事態が発生している。読み込めるんですよ。3コア、4GB SSD 付きのパソコンなんですけども、まあどちらかというと低機能のものなんですけども、それでも絶対できる範囲なんですよ。簡単に。もしこういったことが行政内部でも起きているのかどうか、そういったところも世間に開示した方がいいですよ。ある程度の部分でマイクロソフトさんとかに責任持ってもらわなきゃならない。 Google とか GAFA に。多分多くの人の人生潰してきてますよ、訴訟とかできなくして。最悪行政と癒着してちょっとした内容で裁判官にすぐに却下させたり、内容を見たらどちらにどちらが加害者でどちらが被害者かはっきり分かるのに。もうこれはこの世の中の現実ですね。